ある日を境に連絡が途絶えた城があった。伝令を送っても誰一人戻ってこない。服部半蔵とくの一、二人の忍びは事の真相を探るべく。あれが連絡が途絶えた城、敵に襲われた様子もないし。だがとりあえず行って話を聞いてみましょう。おや、どう見ても平和そのもの。怪しい人影もないにゃ。油断するな。分かってますぜ半蔵の旦那、ひとまずお味方に話を聞いてみましょう。現れたな、貴様らにこの城は渡さんぞ。何よ、あっしら敵じゃありませんって。敵の術にかかれたか。この感じ城全体に術がかけられてるような。だが力は弱い、術者は不在か。つまりみんなを正気に戻す好機ってことっすね。急ぎましょうぜ旦那。勝てると思ってんのか。その首もらい受ける。いざ。おいら腹減ってくれた。そうしてみんなの振り目だか。この人いつもこんな感じだったよな。ホットバスだよ。魔導に乗り込んだ。ひとときの雑草じゃ。私が出よう。俺に任せよ。とろみに刻め。あらまあ、張り切ってらっしゃるかな。ん、ほらここで何してただか。なんだかすごく腹が減ったか。初期に戻ってもそうですか。なんじゃ貴様ら、主人に国を邪魔するなら切り刻んで切れるわ。どっからどう見てもいつもと同じなんですけど、これはこのままでいいんじゃ。主命に従え。ひとときの雑草じゃ。ともに絶望を振り出そうぞ。ことじゃ、このわしが操られていたじゃと。せっかく出陣兵の準備をしておったというのに。邪魔したやつは切り刻んでくれるわ。やっぱりこの円本書の前に立つとは無礼千万。冥族の意向の前にひれ伏すがよい。光の光は何てこう癖のある人ばっか。本当に
術が解けてるのか不安になるね。そういえば半蔵の旦那も変わらなそう。まさかもう術にかかってたり。少子どうにもならん。共に絶望は振り出そう。返すぞ。いいぞ、その調子だよ。はこの私は術に冥族を操るとはそんな輩がいたものよ。さてお前たちには世話をかけたよ。その働きに免じて冥族が力を貸してやろう。任務なれば耐え忍ぶ。手に入れた。守備は上々ってことで一休みするか。来たー。術をかけた犯人はあいつっすね。強敵の排除を。ややこしい術かけた張本人、どっち見てやりやしょう。俺の術解けちゃってんの。火に回られたんじゃ面倒だ。第三第三俺に任せよ。
図が高い。今すぐ冥族に許しを請うのだ。それまでここは通さぬぞ。ゲー、門が閉じられちまった。あいつがみんなを操っただか。ぶっ飛ばしてやるぞ。客が来たようじゃの。蹴鞠でもてなそうかの。忍びども、よくぞ術を解いてみせた。ありがとな。おかげで安心して飯が食えるだよ。このわしをたばかるとは、あの忌々しい猿め。まことよの。己を失い操られたまま、マロがマロでなくなってしまうの。みな、やはり変わらぬ。あっと、さすがの半蔵の旦那も突っ込んだ。ん？でも、メッツ。